MWM-MWR1080W は新たに公道走行に対応。ウィンカー、バックランプなどの灯火器類、制限速度ラベルを装備しているため、法律に遵守した形で公道走行が可能です。MWM-MWR1080W では新たに不具合のセルフチェック機能を搭載。機械が一連の動作を自動で行うことで、伝送部品に不具合がないかを診断することが可能です。不具合があった場合は、コントロールボックスに表示される番号から不具合のある部品と不具合の内容を確認できます。シーズン初めや始業前の点検、不具合が疑われる場合など、さまざまな場面で役立ちます。従来型にはなかったフィルム予備置きを採用。作業途中のフィルム切れにもすぐ対応でき、よりスムーズにストレスフリーに作業を進めることが可能になりました。自動モードでは自動巻き付けボタンを押すだけで、ベールの積み込みからフィルム巻き付けまでを自動で行います。また自動巻き付け動作中、もしくは巻き付け終了時にベールを下ろすスイッチを押すと、フィルム巻き付け後に自動でベールを下ろします。リモコン仕様では、ベールを乗せた後にリモコンのスイッチを2回押すだけで、フィルム巻き付け、ベールを下ろす、スタンバイ姿勢までの動作を自動で実施。トラクターに人が乗っていなくても離れたところから機械に作業を任せられるため、作業効率の向上、省力化を実現できます。従来の横置き機能に加えて新たに縦置き機能を追加。縦置きバー方式採用により、横置きと比較しても遅れることなく縦置きを実施できます。縦置きによる後作業の軽減効果により、1日の作業をより短く快適にすることが可能に。さらにベールを置く方向を補助条件に合わせて選択することができるため、スムーズな動線で作業を行うことができます。従来機に比べて各動作の切り替えがスムーズになりました。時間のかかるラッピング作業もより効率的に行うことが可能です。より楽に、より快適に、ラッピング作業のさらなる効率化、省人化を実現する。IHI アグリテックラッピングマシーン MWM-MWR1080W。